皆さんこんにちは、エルザです。今回は評価調整を受けたハイドラの弓対面はどう変わるのかとなります。バージョン 5.10 来てからしばらく経ちましたが、アップデ後の感覚はどうでしょうか。トラスト視点で言えばメガホンの強化がありましたので、使用感を確認してどうしようかなと思っている方が多いのではないかと思います。ですがアップデの中ではトラストだけではなく、同じポジションになる武器のハイドラも強化をもらっていますから、こちらもこちらで気になりますよね。ということで今回は同じように光栄で強化をもらったハイドラについて対策を見直していきたいと思います。また本題に入る前ですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。アップデ後のハイドラについてですが、2つのアップデをもらっていますね。どちらとも対面に関わる強化がされているので、ハイドラを使う人からするとかなり大きな強化と言えます。ではこの強化でハイドラが具体的にもらえる強化内容はこうなっていきます。チャージに関しては壁裏からの顔出しや距離感の調整が以前よりもしやすくなっていますね。チャージしながらの移動も多いので、実はありがたいアップデとなっています。指で言うチャージ移動強化と同じですね。ちょっとした数値ですが、めちゃくちゃ距離感が取りやすくなりましたよね。それをハイドラも受けたという感じです。続いてダメージですが、たった4発ですが4発も増えました。これはハイドラのダメージからすると1キル分時間が伸びてるんですよね。人によっては今まで取りこぼしがあったっていうこともあると思いますので、この4発でキルが取れるっていうことも考えられます。しかも塗りも4発分多くなるので、塗りの強化も入っているっていうところですね。射撃の頻度だったりを考えてみると、射程と射撃の速度、それに加えて弾数が多いので、かなりの圧力の増加がされています。特に移動速度のアップによって強気なハイドラ使いの人が増えたと思いますので、トラストとしては厄介な相手になったなと言えますね。それではアップデ後のハイドラが危険というのが伝わったと思いますので、ハイドラの対策を紹介していきます。実戦でもこれは有効だなと感じた4つの対策はこちらです。それでは1つずつ紹介していきたいと思います。まずはハイドラに関しては、以前よりも機動力や圧力がアップしてますので、攻撃をさせないということが非常に大事です。ハイドラの立ち回りとしては、相手に攻撃の隙を与えないことが重要となっているため、壁裏からタイミングを狙えます。このタイミングを狙う間はチャージしてますし、壁裏で甘えの行動をよく見ています。この壁裏がとても重要で、ここから顔を出させないことが対策の基本となっていきます。具体的な行動としては、上から曲射と顔を出す側の入り口を押さえる対策が有効です。上からの曲射は位置角が取れる可能性があります。入り口を押さえた場合は顔出しまでの時間稼ぎっていうのができます。弓の爆発矢なら爆発が終わるまでにチャージがいい感じに溜まっているので、連続して邪魔が可能となります。ただカス当たりしないと相手がカウンターを入れてくるので、必ず先制ダメージを与えるように気をつけていきましょう。続いての対策ですが、ハイドラのジャンプ打ちの隙を狙うことが大事です。ハイドラに関してはチャージから射撃に移行した際に一速ギアの影響もあり、加速した瞬間狙いづらくなります。ですが射程ではトラストの方が勝っているため、距離を稼ごうとジャンプ打ちを高確率でしてきます。ジャンプの時は軌道が一定になりがちで、動きが読みやすく完全に体を晒した状態になるので、倒せる確率が高くなります。ただし相手の攻撃がこちらに届いていた場合は、相打ち以下の結果になることが多くなります。こちらに前進してきた時に狙うようにしていきましょう。ちょっと下がりながら狙うのが当てるコツとなります。続いての対策ですが、押し込みによる居場所のダッシュとなります。ハイドラは弓と同じでポジションを奪うことが重要となります。基本的な動きとしてはトラストと同じで、ポジションからの圧力が非常に厄介となります。特に前に出てこられるとトラストの射程差を埋められるので、逆に追い詰められてしまうんですよね。そのためキルが取れなくても少しでも攻撃を当てて、相手にポジションに居座らせないようにしましょう。とにかくメガホンやポイズンを駆使することが大事です。またメインは顔が出せないようにしっかり置き打ちをしましょう。最後の対策は距離を最優先に取るということです。これは強気なハイドラに対しての対策ですね。まずハイドラに関してですが、チャージ速度が上がったことと射撃時間の延長により前に出てくることが多くなっています。
脅威になるハイドラ使いは大体この行動が徹底されていますよね。こういう相手は直当てを決めない限り強気でいきます。そのため移動速度も考慮した場合、下がりながら攻撃をすることが大事になってきます。相手が進んでくるに対して下がり撃ちをする感じですね。こうすると距離は縮まりにくくなるので、射程内であれば足止めをしながら距離を保つことができます。この時に倒せればいいんですが、狙いすぎると対面巻きのきっかけとなりますので、相手の爪が浅くなるように攻撃をしましょう。ということで、アプデ後のハイドラに対しての対策は以上となります。基本的な対策は依然と変わらないっていうのがありますが、機動力が上がったことで逃げの対策が必要になったっていう感じですね。ハイドラ自体弱い武器ではないので、トラストとしてはしっかり攻撃をさせないように対策をしていきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。